こんにちは、山下雄平です。今日はですね、こちらのアプリを紹介したいと思います。マブさん、iPhone を貸してもらってもいいですか。もう一つ iPhone があればですね、僕のなくした iPhone を探すことができる iPhone を探すを使ってみたいと思います。それではですね、 Find iPhone を起動します。 iPhone を探す、ここでですね、メールアドレスとパスワードを入力します。2つとも入力しましたらサインインを押します。サインイン中、お、早速所在地を確認中とありますね。お、これですね、この雄平の iPhone が僕のなんですけども、押してみましょう。こっち、お、あ、すごい地図が出てきました。この緑のが、まあ、おそらく僕の iPhone でしょうね。梅田の方にあるみたいですね。では早速探しに行きたいと思います。なんでこんなとこあるんですかね。これですね、左上に古い位置情報って出てきたんですけども、僕のアイコンはどこに行ってしまったんでしょうか。あ、位置がですね、今更新されたのか緑色になってちょっと変わりました。さっきここにいたんですけど、なぜかここまで移動してますね。ん？いや、ほんまにもうこの近くやと思うんですけど、なんとですね、ここにありました、この iPhone です。なんと電話ボックスの上にですね、iPhone が置かれていました。こんな感じですね、かなり地図も正確でございましたけども、一体誰が僕の iPhone をですね移動させて、そしてわざわざ電話の上に置いたんでしょうか。とても便利なこのアプリなんですが、皆様くれぐれもお世話にならないよう、大切に携帯をなくさないようにしてください。それではまた。